ふとした散歩道にも出会いや発見があります。ちょっと贅沢な森山に心惹かれてみませんか。ここは森山市にある西井養蜂園。数万匹のミツバチたちが毎日せっせと飛び回っています。こちらが西井養蜂園の西井さん。ミツバチが集める花粉によっていろんな種類の蜂蜜ができるそうです。ではではミツバチの巣箱を開けてもらいましょう。中は何層にも分かれていて、そのうちの一つを取り出すとミツバチがぎっしり、ここに蜂蜜が蓄えられているのです。ミツバチを払って表面を削るとキラッキラに輝く蜂蜜が濃厚な輝きを放っています。専用の機械に取り付けて遠心力で蜂蜜を取り出します。取れたての蜂蜜がどんどん出てきます。不純物を取り除いて瓶詰めしたら出来上がり。森山発西井養蜂園さんの蜂蜜、いろんな味の蜂蜜をご堪能ください。